はい、どうも小判奥です。今日はですね、こちらの物件の調整の方をやっていきたいと思います。で、依頼されているのはこちらのトイレドア。どういう現象かというと、開けるとここが下が、はい、ここが擦っちゃってて、戸先の方が上すいてます。釣り元は隙間がない感じ。和室の入り口ですね、こちらも閉めると、すごい音がしますね。で、この音がして、さらに閉まらない。木のこの戸あたりに、縦の木の戸あたりに当たっちゃってるんですね。この部分、この部分にここの表面が擦れて音が鳴っちゃってます。あとこの引き違いですね、こちらさっきちょっと外そうと思ったんですけども、ちょっと外せないので、ちょっと特殊な道具を使ってこれも外して調整していきたいと思います。じゃあまずこちらのドア外していきます。はい、今回こちらの扉の隙間が全然ないので、丸ノコの定規ですね、これを使って、もう下ちょっとアンダーカットにしちゃいたいと思います。はい、で今から落としていくんですけども、この時にちょっとワンポイントアドバイスで、これ毛引きって言うんですけど、上を緩めてもらうと刃が出し入れできます。刃を落としたい分だけ出して、ここ締めてもらうと固定。これホームセンターでも売ってます、この釜毛引きって言いますね。はい、結構便利です。で、これを使って建具に墨を出していきます。建具の表面にこう傷をつける。で、これ以上こっちにはまあ刃がいかないようにして、墨出したところを丸ノコで落としていくっていう感じです。で、これをやらないと丸ノコで引いてった時に建具の表面がバリバリになっちゃうんですね。一回こういう毛引きをかけてから丸ノコを引いてもらえると綺麗にいくと思います。墨があるところに、そこにこの定規の端を置きます。こういう感じですね。この状態でその端の部分だけ落としていきます。毛引きをかけてるとこんなに綺麗にバリがなく切れます。はい、で落とし終わったら、こういうこの下の部分ですね、こういうペーパーで目を取ってあげてください。ここで下がクリアランス取れたよってことがわかると思います。次、和室のドアですね。この戸あたりに縦が擦れて隙間がない状態で、木の戸あたりに当たっちゃってるんですね。この部分、この部分にここの表面が擦れて音が鳴っちゃってます。なので、ちょっと帳板を前に出してあげる。帳板を前にずらすことで扉がちょっとこっち側に出るので、戸あたりと当たらなくなるっていう作業をやります。今一回ちょっと墨しますね。ちょっと動かしたい時はこう墨をして、鉛筆で、はい、一本止まってるビスを緩めます。はい、緩めると墨よりも若干前に行ったのが分かりますかね。で、穴の位置もちょっとずれてると思うんですけど、でこの状態で他のところを固定する。あれ？ここ？ってやると、ちょっと前にずらした状態で固定できるんですね。こう止めるとずれた状態で固定ができると。これだけずれたっていうの分かりますね。前にずれました。これで音がしなくなりましたね。これちょっとした裏技ですね。一本だけビスを緩めた状態で他を止めると、ちょっと前に出すっていうことができます。2ミリ3ミリ、
はい、これ裏技です。はい、残りのビスも固定していきます。はい。で、この和室のドアも、はい、スムーズに固定できるようになりましたと。これで一気上がりですね。鴨湯を上げるということをやっていきます。はい、外れました。はい、これがスペーサー、分かりますか？つけるんですけど、後ろにこう出っ張りをつけて扉をしゃくり側に寄せると当たらずに閉まるようになりました。こういう感じで調整していきます。